まとめると宇宙世紀0079、1年戦争の末期、星1号作戦、宇宙要塞アバオアクー、宇宙世紀0087、1年戦争の終戦協定から7年、地球連邦軍の特殊部隊ティターンズの拠点、地球のキリマンジャロ基地、そしてコズミックイラ71年、宇宙要塞ヤキンドゥーエを抑えて大量破壊兵器ジェネシスの発射を食い止める。データによると要塞側面に位置する資源衛星から回り込むことになりそうだ。このどれもに前のディレクトリからポストディザスター時代の歴史データが入り込んでいると。ユノ、まとめお疲れ。やればできるじゃないですか、ユノ。何その上から目線、あなただんだんおかしくなってない？ではミッション登録のためにその端末ハロにミッションデータを転送しよう。キーボードから入力してる。 AI であるサクラはハロに触れるだけでインストールが可能なのに、やはり彼は。マスター、もたもたしすぎではありませんか？そのメガネねじ曲げていいでしょうか？まあ待ちたまえサクラ。妙だな、確かに人格データが不安定になってきているようだ。俺のプログラムに不備はないはずだが。ちょっと、あなたが帰った後サクラは元に戻るんでしょうね。ああ問題はない、そして時間もない。インストールを済ませ去るとしようか。ハーメス、ミッションデータのインストールするのか？ハーメス。そうだハロよ、受けてもらおう。インストールナンバー0、このプログラムを受け読み解く者、何時全ての希望を捨てよ。マスターハーベス。何それ、ハロも付き合わなくていいから。そんなのにマスターハーメスのダサかっこよさにイチャモンつけるのは許しませぬぞ。あんたもよ。小隊長も乗ってあげなくていいの、図に乗るでしょあいつが。ブレイクミッション登録完了、問題なし、いつもより問題なし。それは何よりだ。そして小隊長くんはやはり見込みがある。いつか俺の域にまで到達するだろう。しないでよ絶対。いかん、そろそろ俺に定期スキャンがかかる時間か。戻らないとあなたが制御下から外れていることがバレるってことね、管理システムに。俺ともあろうものがこの時間を少し楽しんでしまったようだ。ユノ・アスタルト特務総長、最後に一つ忠告しておく。サクラスラッシュを信頼しすぎるな。ふふふ、こんな私にご用心、肝に銘じておくことだな、へちゃむくれめ。そりゃこんなん信用しないけど。この不安定さが俺のプログラムが変異を起こしているためか、彼女のウイルス防壁のせいかはわからん。だがサクラは管理システムから送り込まれた存在、モニターされていることを忘れるな。俺が俺でない状態で出会った時も言動に気をつけたまえ。我々が管理システムに造反していることが看破される恐れがある。気づかないふりをしろってこと？方法は任せよう、聡明な君のことだ。下手な真似はすまい。そうですか、意外と間が抜けてますがね、この質問マニアは。もうこいつ持って帰ってくんない？というかさくらは今回の件を覚えているの？今回の状況については記憶にプロテクトをかけ疑似記憶をかませておく。あとは私が口裏を合わせればいいわけね。では時が来たらまた会おう、この G の空のどこかで。あ、さくら大丈夫なの？グッドモーニングさくら、グッドモーニングさくら。え、あれ、ハロ先輩おはよう。
私としたことが、なんか中途半端なところでデータ更新が入っちゃったみたい。ごめんね、ゆの姉さん。ブレイクミッションの説明をしたところだったっけ。宇宙世紀のアバオア・クーと地球のキリマンジャロ基地、そしてコズミックイラの夜勤ドゥーエよね。そうそう。さて、どこからにする？小隊長さん。なるほどね。ハーメスの偽装プログラムは完璧か。どうしたの？まだ質問したりない？アホユノ。お？あれ？完璧じゃない！サクラ、後でウイルススキャンよ。ホワイトベースはもう動けん。全員に告げろ。陸戦の用意だ。白兵だ。ハヤト、いけるな。リュウさんの分まで頼む。わかってる。俺がやるしかないんだもんな。ブライト艦長、応答してください。こちらユノ・アスナルト特務総長。ホワイトベースに急がなきゃ。小隊長さん、各駅のスイッチを押して。一旦引け。聞いたか、ギレン総帥が。何か混乱し、敵のモビルスーツだらけじゃない。そりゃジオン軍の最終防衛ラインだからね。ユノ、聞こえるか。こちらへの敵の攻撃が激しい。ホワイトベースの直縁に回れ。ブライト艦長、了解です。アムロ少尉さんのガンダムは？わからん、反応が消えている。撃墜はないと思うが、周囲に気をつけろ。どこから敵兵が出てくるかわからんぞ。了解です、ショッ。連合軍か。コスミックイラのモビルスーツ。ユノ姉さん、ホワイトベースへのルートはこの先。あとはもう一つあるみたい。2ルートあるの？そういうこと。もう一つはここから反対側の位置。核兵器スイッチのロックを外すから、ちょっと時間をちょうだい。核兵器スイッチのロック解除、2カ所あるからね。陣たちの先か、戻って向かい側かよね。マップで言うと右か左か。小隊長さん、決めたらスイッチを操作して。どちらのルートにするかは任せるわ。大丈夫、飛んで。小隊長さん、ここはキリマンジャロ基地なのか。レウーゴのゼータガンダム、アムロレイの再来と言われた神指ラン君だよ。リターンズと戦うべき彼が過去の時代にブレイクインしたの。小隊長、ゼータガンダムを援護して。未確認機チタンズか。抵抗するなら撃ちますよ。待って、こちらラーディッシュ隊、ティターンズ掃討作戦を支援します。ヘンケン艦長の、ここはどこなんです？ジオンの宇宙要塞アバオア・クーデ。それ古い。ここはゼダンの門です。ブライト艦長の旧型艦が着艇しちゃって。何をしてるんだ、ブライトキャプテンは。ブライト大佐を救援した後、ゼータガンダムも回収します。最終的にはクワトロ隊員と合流してもらわないと。彼はキリマンジャロで。了解。大人たちの尻拭いなんてまっぴらだけど仕方ないか。なんかすごく感受性が高いというか、エキセントリックというか。ユノ姉さんと同い年だけどね。ともかく彼のデータが見つかったのはラッキーだよ。小隊長さん、核兵器を開いて進んで。ブライト艦長を助けてサインをもらおう。今度はマラサイ部隊だ。ハイタックの発電機だから気をつけて。カミーユ君、目的地はこの先よ。小隊長と一緒に蹴散らして。ブライトキャプテンは無事なんだろうか。通信は繋がらないんですか。ブレーク現象の影響か。さっきから電波妨害がひどくて。
こんな時にクワトロ隊員は何をやってるんだ。アバオアクーレは大佐の頃の隊員がいるんだって。ユノ姉さん、ややこしいんだから余計なこと言わない。それは私のせいじゃなくない？言い争いなんてしてる場合じゃありませんよ。先を急がないと。小隊長さん、各駅を開けて進んで。もらったろ。味方か、ありがたい。あいつらをこのまま野放しにはできない。手に当たってくれ。落ちろ。次、何としてでも撃ち落としてやる。落とす。ザザ、やー、そこだ。これはどうだ。テリア、テイキル。ザテリア、そこ。直撃させる。落ちる。今だ。こいつ逃がすものか。ここは量産型ザクだけ。あら、あのザクと思ったらブレイク現象。ザフト軍のモビルスーツだよ。チターンズの新型なのか。違うけど倒さないと。ザ、まだなのか。当たれ。落ちる。で、修正してやる。これで連続ブレイク現象は防げたかな。敵の陸戦隊が出てくるぞ。総員、バズーカとライフルで立ち向かう。ユノ姉さん、通信回復。ブライト艦長、お待たせしました。ユノ、遅いぞ。もう持たん。私たちで何とかします。ガンダムも一緒です。何？アムロは無事だったのか。え、あの、ガンダムです。強襲揚陸艦ホワイトベース、一年戦争で失われたはずじゃ。だから私たちが守らなきゃ。ホワイトベースを運んでいる敵の排除を。さて、この舞台の主役がどれほどのものか見せてもらうぞ。ニュータイプ？いや、別のプレッシャーだ。ザフトのラウル・クルーゼ、ジェネシスを使って人類滅亡を企む。そんな人が宇宙世紀に。この人がハーメスが言っていた。もう誰にも止められはしないさ。この宇宙を覆う憎しみの渦はな。よその世界にも戦乱を広げて何が望みなの。私のではない。これが人の夢、人の望み、人の業。他者より強く、他者より先へ、他者より上へ。競い、妬み、憎んで、その身を食い合う。貴様のような者がいるから戦いは終わらないんだ。私は結果だ。だがこの悪意は放っておいちゃいけない。貴様はクズだ。生きてちゃいけない奴なんだ。遊びでやってんじゃないんだよ。見えている。戦いは非常さ。いついかなる時も。ああ、ブレイクアウトした。すごい迫力と悪意を持ったパイロット。このミッションの何かに引っ張られて無理やりブレイクインしたみたいだね。このままキリマンジャロに向かいます。よかった。こっちのガンダムも元の歴史にブレイクアウトしたみたい。でも本来ここにいるはずのガンダムはいなかった。探さないと。本当にいるべき仮面の男もね。
うまくやれたな。ありがとう。直撃させる。か。まさか一年戦争にザフトの要注意人物ラウル・クルーゼとはね。でも肝心のアムロ少尉シャア大佐はいなかった。アバオア空での戦いはトゥルーミッションでってことになりそうね。修正用のフラグメントキーは手に入ったの？修正データ2つ入手。宇宙世紀とポストディザスターの歴史、いつもの多重ブレイクとは少しデータ形式が違ってるなとは思ったんだよね。アバオア空に異なる歴史のガンダムが複数いたってこと？ホワイトベースが着底してた場所まで2ルートあったの覚えてる？回り込んで下っていくルートと縦穴を一気に飛び降りるルートよね。そう、それどちらを進んだかでブレイク現象が変化したみたいなんだよ。トゥルーミッション発生に支障はないけど、多重ブレイク現象の特殊な例として記録しておくよ。もう一つのルートも確認しておいた方がいいかもね。ユノ、今は先を急げ。ユノ、情報が紐づいたフラグメント機、今までになかったブレイク現象か。